さて火曜日のパックインミュージックをお送りしておりますが、今週はパック10周年記念でございます。パック10年、ヤングの10年ということで振り返ってお送りします。それではですね、もう出てらっしゃいますか？まだなんです。今国際電話を実は電話局に頼んでおりまして、ロサンゼルスの大村真理子さん、覚えてらっしゃる方たくさんお聞きでしょう。昭和44年10月4日から昭和45年の9月の末日まで、1年間ということで、大村真理子さんはパックインミュージックを担当なさいました。でその昭和45年の10月から何を隠そう、この私小島一慶が登場ということで、私は大村真理子さんを受け継いだ形で、引き継いだ形でパックに参加したわけです。真理子さんはもっと長い期間ね、深夜放送に携わってらっしゃったんじゃないか、私もねなんか1年だけパックはやったということで意外に今思ってるんですが、実はその他に大村真理子さんはマリコアラカルトであるとかね、金屋さんなんかが電話の受付をやっておりました、マリコ産業株式会社だとか、まあ数々の、この TBS ラジオとは切っても切れない名番組をずっと担当なさってた、そういうことで、夜のディスクジョッキー第一人者の大村真理子さんと言いますと、なんとなくこう深夜を担当なさってたと、そういう印象があるんでございましょうね。私はこの昭和45年の実は8月に第1回のパックミュージックというのをやっておりまして、北山修さんが木曜パックというのをやっておりました。水曜日の夜で、彼が一月間ですね、カナダへ加藤和彦君の結婚式の立ち会いについていくということで、いなくなるんでピンチヒッターをやって、それが4回分、それが最初のパックの私との関わり合いだったんでございますが、出ましたかな？マリコさんがお出になってる。もしもし、もしもし、はい、もしもし、あ、小島一慶でございます。どうもお久しぶりでございます。お久しぶりです。そちらは今何時でございますか？こちらはただいま9時13分ぐらいでございます。8月1日。そうなんですよ。は、こちらは今8月2日の午前1時18分です。あ、それじゃあこっちも9時18分です。うちの時計が遅れてるんだわ。ありがとうございます。ちょうどですね、はい、10周年記念です。今日が深夜放送パックインミュージックの。10周年でしょ。はい。早いもんですね、本当に。はい。マリコさんはいつ頃おやりになったか覚えてらっしゃいますか？ね、確かって44年、1900じゃないのよ。はい。44年でございます。そうです。10月4日が第1回の放送というふうに記録に留まってます。あ、そうですか。確かね、金曜日だったってことは覚えてるんです。そうですね。ディレクターのお名前は覚えてらっしゃいますか？船橋さんです。そうです。そのくらいは記憶があるんです。はい、船橋さんもですね、頑張ってらっしゃいます。そうですか。はい、今日はですね、例えば北山修くんだとかですね、はい、それから僕はパックだという北道江さん覚えてらっしゃいます。はい、はいはい、この後出ていただくことになってるんですが。本当？はい、懐かしいでしょ。懐かしいですね。ああ、で、マリコさんにとっての深夜放送とかいうのはどういうものでございましたですか？やっぱりとても素敵なもんでございますね。なるほど、素敵なもの、はい、だってあんまり長距離電話だからさ、長く喋れないじゃない。いや、いいんです。今日は10周年ですから。いいんですか？どうぞ。予算がたっぷりありますか？どうぞ。マリコさんの声は聞こうと思ってもなかなか聞けないんです。いえいえ、はい、昨日からね、楽しみにしててね、はい、夜寝られなかったのね。あら。だからちょっとね、今朝寝坊しちゃってね。なんか声があんまり良くなくてごめんなさい。どういたしまして。ね、うん、でも一慶さん、ほら私のパックやったすぐ後なさったでしょ。はい、はい、時すごくやっぱり睾丸のなんていうのかしらね、坊ちゃんだったけども、はい、何時かの父親とかそういう風ですか？そうそう、すみません。深夜放送にうずもれてるうちに、すっかりもうね、僕の青春はどっか行っちゃったみたいですね。まあ、そうおっしゃらないでくださいな。はい。パックと共にあったわけじゃない、だって。そうなんですよね、本当にそうなんです。ええ、
どんぺいちゃんとか、はい、北山さんとか、はい、A さんとか皆さんお元気ですか？皆さんそれぞれ元気です。そうですか。 A さんはですね、 A 六助さん自身のパックというのはございませんが、相川金也さんのパックインミュージックに田中代表というふうな感じで四六時中というふうな雰囲気で出てらっしゃいます。あ、本当ですか。はい。キンキンも元気ですか？金也さんはですね、もう有り余るエネルギーで頑張ってらっしゃいます。この間テレビ見ちゃったのよ、こっちで。あら、どんなのですか？キンキンがね、ちょんまげ言って出てきちゃったの。あら、それでびっくりしちゃってね。NHK の過信っていうテレビがあるでしょ、大村マス。あります。あれ、こっちの日本語放送でやってるんですよね。ははは。そしたら突然画面にね、キンキンが。あれはなんかいい役でしたね。とっても上手でした。じゃあ褒めてたというふうに、マリコさんが褒めてらしたというふうに伝えます。本当懐かしかったし、とても良かったと思ってます。はい、てください。で、ところで今マリコさんどうなさってるんですか？それを最初に聞くべきでしょうが。ですね、やっぱり猫がおりまして、たくさん。はい。初め4匹だったんですけど、メスがいたもんで、それが子供を産みまして、はい、まあ、8匹おります。はい。それでとっても誰かにあげたいなと思ってらっしゃるんだけど、一慶さんもらわない？なんか国分寺に住んでる、名前なんでしたっけ、田中恵子さんにあげたという記憶がありますね、深夜放送の中で。そうなん、ロコチョンボっていう猫なんです。あ、ロコチョンボだ。そうだそうだ。そうですね。で、田中恵子さんはですね、時々お手紙くれます。あ、本当？それでね、はい、今弾き語りをやったりですね、絵を描いたり、そんな生活ですって。わあ、よろしくおっしゃってね。はい。覚えてらっしゃいます？もちろん、さっと名前が出てくるくらいよく覚えてます。そうですね。はい。で、今8匹いる猫の名前をちょっと教えてください。それがね、殺風景な名前なのよ。はは。みんな日本語でね、黒べっていうのとね、黒べ、真っ黒なもんですか。はい。それからフリコっていうのとね、フリコ。フリコ、これは何ですか？これ虎の猫なんですけど、前にうちにいたクリコっていう猫とね、はあ、そっくりだからクリコって名前に。あ、クリコ。はい。それからお化けっていうのがいるんです。これは殺風景ですね。とってもね、お化けみたいなのね。はい。アメリカンロングヘアって一応アメリカの猫なんですけどね、はあ、グレーですごく毛が長いのね。はあ。それでお化けみたいなの、ちょっと。はい。お化け。それからあとの残りの一匹がピティートって言って、これだけがスペイン語なんです。はあ、どういう意味ですか？ちっちゃい子っていう意味なんです。あ、そうですか。あまり大きくなっちゃってね。はい。あまり大した。実はたくさんいますから割愛します。はい、わかりました。そうですね。マリコさんと言いますと、やっぱりこんばんは、こんばんは、こんばんは、大村マリコですという最後になりましたが、それを一つ最後やっていただけますか？はい。朝だけど気分が出ないかもしれませんけど、はい、ご勘弁ください。はい。こんばんは、こんばんは、もう一つおまけにこんばんは、大村マリコです。もう涙流してる方がいらっしゃるんでしょうか。じゃあ日本にお里帰りとかそういうことは当分ないでしょうか？歯が痛くなったら帰ろうと思ってます。だってね、こっちの歯医者さんってすごく手が毛むくじゃらで大きいでしょ。だからあんな手ってね、ちょっとやられたくないと思って。だから今度歯が痛くなったら絶対日本の歯医者さんにかかろうと思ってます。はい。そしてこのパックインミュージックにぜひ出てください。はい、どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。なっちゃんもちゃこちゃんも元気ですか？もちろん元気です。はい、皆さんによろしく。はい。それでですね、ピアニッシモ、はい、これをお送りします。ちょっと国際電話ですんで、すべてお聞き願えるかどうかわかりませんが、料金が許す限り電話口でお聞きください。
はい、曲はもうそらんじておりますくらいですから。はい、どうもありがとうございました。失礼いたします。皆様にはどうぞくれぐれもよろしく。はい、どうもありがとうございました。それじゃあね。はい、ロサンゼルスの大村真理子さん、これはもうテーマ代わりでございます。ジャックリーヌ・ボワイエ、ピアニッシモ。